ね。ヨーライ、また夢タウンで見たぞって。俺、夢タウン行ってないからね。しょっちゅう夢タウンで見られてるけど。見てる人もいる。俺の似てる誰かがいるんだよ、佐賀に。そうですね。ヨーライさんが夢タウンってね。うん。俺行かないもん。人が多いとこ行かないもん。一回だけ行ったぐらいですよね。俺、記憶にあるのは。一緒に。まあ、行くことはあるけど。あるんすか？あるけど、ゴルフファイブに行って。ああ。夢タウン本部じゃないもん。エガちゃん結構行ってるよね。俺はそうですね。夢タウンに行ったらエガちゃんがいるっていうイメージがある。マジですか？しょっちゅう、翔くんと一緒にしょっちゅういるじゃん。翔くんと一緒に、まあたまに行きますけど、ね。やろ、はい、だってほら、うん、夢タウン行こうぜってしか正直なんないですもんね、やっぱ。田舎もんやね。田舎もん。俺だって中学校の時サティしか行ってなかった。わかるわ。なんかあったらサティでカツアゲされてたもん。カツアゲされるんすか？怖いっすね、サティ。俺中学生の時しょっちゅうカツアゲやってたよ、中学生ぐらいで行ったら高校生のヤンキー兄ちゃんに、お前金持ってねえかみたいな感じでしょっちゅう言われてたから。そんな漫画みたいなことが本当にあるんすね。キャラメルならありますって。キャラメルあげて、なんかそれで、おお、ありがとうみたいな。もうそれでありがとうって言うんですか？ありがとうだった。でも田舎のそういう事情なんてそんなもんだよ。もうなんか動画撮る？撮ります。はい、ってことで、はい。じゃあ、ちょっと最後に徳ちゃんとキムも15分ぐらい喋ろうよ。はい。俺もカツアゲされたことありますよ。小6の時。マジで？はい。どうなった？こう、複数人のヤンキー中学生みたいな人から。で、腹出した。大人ですよ。ちゃんちゃんちゃんって言わしたら、そう、大崎さん。あったよね、でも昔ね。